会いたいホロメンとかいる？アクタンね、会いたいな。しばらく会ってないから会いたい。あとね、そう、オナ番組がジムに、行ってたよ。そう、ジムに行って最近ちょっと行けてないんだよねみたいな話をしたんだけど、前についにね、次の予定が決まりました。ヌエタンがね、運動会しようよっつって、でほな、じゃあやるかっつって、そうなの、6月からまた頑張ろうっていう話になりました。夏に向けてか、まあ、確かに夏に、まあ夏だよね、言うてももう薄着じゃない、もう夏でしょ。だって今こんな格好してるけどやっぱ暑いもん。今プニーってこと？いやラミー今はかなりベスト体重な気がするな。 BMI を今だったら言える気がする。ちょっと待って、今調べるわ。まあ、BMI 言うと体重バレるんだけどね。でも別にバレてもいい、なぜならば今ベスト体重だから。でも体重をそのまま言うのは恥ずかしいから BMI だけ伝えるねみたいな感じ。今はですね、 BMI 18.4 ですね。 18.4。 皆さんね、計算はおのおのやってください。俺の半分なの？それやばいな。ちょっと痩せすぎ。いや、そんなことないよ。まあ、そこそれなりに筋肉もありますけど。息更新されてそう。まあ、今ならいいよ。身長158だよ。そば読んでないよ。そば読んでない。今は読まなくてもベストだから。もっと読まなきゃいけない時に読むよ。20以上あれ？平均体重って言われてる体重ぐらいが一番病気にはかかりにくいみたいに言うからね。でもなんかほら、それぞれのベスト体重みたいなのあれじゃん。一番体調がいいみたいな。ラミは今の体重ぐらいが一番体調がいいんだよな。別に何も食べてないとかないよ。昨日の夜だって結構な夜中にマック食べてるし。普通に食べてる。うん。あばら全然浮いてないよ。あばら浮いてないし、なんならめっちゃ細いねとかも言われないよ。太りづらかったりする？いや、全然めっちゃ太るよ。めっちゃ太る。一時朝マックパンケーキ生活してたんだけど、そん時はマジでね、みるみる太っていったよ。ブク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 と。ポテトの L を食べて、バーガー食べて、アップルパイ食べて、アイス食べたりとかしてた。やっぱね、普段食べる量が多くなると、どん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 食べれるようになるんだよね。そう、今はなんかそんなに食べれない。どっちかっていうと、そん時は食べれたんよ。朝起きてすぐに、うわ、パンケーキメープルシロップバダバダにかけて食べたいと思って目が覚めて、むしゃむしゃ食べながらテレビを見て、うわー、もうでもパンケーキだけじゃ足りないみたいな感じで、エルポテトも食べつつみたいな、そういう生活してたけど、そりゃね、それでもちろん太りましたね。運動もそんなにしてなかったからな。今はポテトの M とかだし、普通に1食分を食べてる。そしたらね、本当にびっくりするほどすぐ痩せた。そりゃそうなんだわ。それ太ってた時期が体調悪くなる前の話で、コロナで全く食べれなかったから、そこでね、食べるという食生活をやめたんだよね。やめたというか、やめれたというか、今人生で最もこの体重の時が多いっていう体重になった。そう、だからなんかすごい痩せようと思ってめっちゃやったとかそういうことじゃない。なるべくしてなったデブが普通に戻っただけ。あ、そう、デビュー前ぐらいの体重だね。デビュー前はもうちょい細かったけど、まあでも、体調いいですよ。